本日のアジェンダなんですけども、まだ私の簡単な自己紹介と、あと、ギニスという会社、皆さん ご存知の方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。会社紹介は軽くさせていただいて、弊社の方で、結構アンリアルエンジン3の頃からですね、モバイル向けのゲームを作ってますので、その開発事例、動画ですね、それとあと現在今作っている北米向けのちょっと一風変わったというか、ゲームがありますので、そちらの開発事例と、あと今後ですね、弊社の方でも VR コンテンツでアプローチしていこうということで、どういった取り組みをしていくかというのを簡単にプレゼンさせていただきます。で、僕の紹介はちょっと軽くなんですけど、もともと僕は美術系の学校を卒業して、最初は小江さんというところにデザイナーとして新卒で入りまして、それから任天堂の東京の方で、64のゲームですとか、北米向けのゲームキューブですね、ゲームを作ったりしておりまして、ちょうどiモードとか出てきた頃に、携帯電話でゲームをやるというのはちょっとすごいぞと思いまして、たまたま後輩が G モードという会社にいまして、テトリスとかフィーチャーフォンで遊べるようなゲームを出してたんですけども、そこに行ってから、割と、企画ですとか、ベンチャーだったんでいろんなことをやるようになりまして、で、ヌービー東京っていうちょっと今もう別の会社のになっちゃったんですけども、そちらの方でネイティブのアプリですね、でこちらのカジュアルゲームのプロデュースですとか、ちょっと前まではですね、健康コーポレーションっていうライズアップとかやってる会社があったんですけども、そちらの子会社で、ネイティブのソーシャルゲームですね、そういったものもやったりして、今年からインセン上任したばかりというところで、会社について語るのもおこがましいんですけども、仕事ですのでその辺ご了承くださいというところです。会社の紹介なんですけども、ご存知の方たくさんいらっしゃるということなんで、ざっと説明しますと、97年今設立しまして、独立系の、ゲームのデベロッパーになります。で、社員数はですね、数えてみたら71名、プラスアルバイトですとか派遣さん入れて、100名弱の会社でございます。はい。で、もともとですね、音楽系の CD ロームとかマルチメディアって言われてた頃に、そういったなんでしょう、マルチメディアコンテンツを作っていた会社で、プロモーションの動画をご覧ください。 This will be the site of a glorious battle. This will be a place of great triumph. Heroes will be minted here.Egos shattered here. The conflicts cannot be contained. The battles will rage in the heavily connected corner of our land. Prepare to arm yourself, because this summer, gaming gets real. Hi. Infinite Arms というですね、実際にそのゲームとですね、その問いが連携するという、スマート問いと言われているものなんですけども、それを扱った今ゲームを実際に作っておりまして、はい、大丈夫か、これ、はい、はい、こちらになります。で、これはアンリアルエンジン4で、リアルタイムの PVP バトル、簡単に言っちゃうとバーチャルみたいなゲームなんですよね。でただその、新規性の部分っていうのが、この実際のこのリアルな問いをパーツごとにチップが入ってまして、でそのリアルタイムで Bluetooth で、武器を付け替えると、ゲームの中の、ちょっと後で動画をお見せしますけど、武器が変わると。でパブリッシャー様は、ジュモンという新しい、シアトルにあるパブリッシャーなんですけども、こちらから販売予定でして、で、さっきのムービーにも、レイトサマーって言ってましたけど、今年の夏に出せればいいなというところで、今ちょうど北米でクローズベータですね、
を6月の末からスタートする予定で、ちょっと残念ながらまだ日本国内で遊べないんですけども、はい、といったゲームを今絶賛作ってます。でメンバーなんですが、まあ、40名ほどで今作っておりまして、まあ、内訳が、まあ、こんなになってますというところです。でこれ実際 の、 キャプチャーの画面を今日お持ちしたんですが、まあ、こんな感じでですね、割とゴリッとした感じの世界観になっております。これは実際にゲーム遊んでるとそのままキャプチャーした編集を編集してありますけど、これ今おもちゃくっつけてるんですよ。実際にはこれ無料で遊べます。でおもちゃを買わなくても基本的には、まあ、ちょっとしょぼいんですけど、架空のその武器っていうのを、まあ、ショップで入手して遊べるんですけども、まあ、マネタイズは最終的にはその直接アマゾンに飛んでですね、まあこの武器と素材ですね、まあ、スターターパックとかもあるんですけども、そちらを買っていただくのとプラス IPA、まあ、そのゲーム内課金ですねっていうのを考えてます。で今のところちょっとまだ国内で展開する予定はないんですけども、はい、まあ、アメリカの方でこちらまあうまくいけばちょっと国内での展開っていうのもちょっと準備していこうかなというところですね。どうもありがとうございました。でここからはですね、まあ、こんなゲームを作っているユニスがですね、まあようやく時期が来たということで、もともと僕無料のゲームがちょっと前職の時からいろいろ作りたくて、まあ、いろいろ準備はしてたんですけども、じゃあユニスがやる VR のゲームっていうのはどんなものなんだと、ちょっとこれごめんなさい、英語の資料しかなくて恐縮なんですけども、もともと先ほども見ていただいたように、かなり黎明期からアンリアルを使ったゲームを作っているのと、そのいわゆる音ゲーですね、インタラクティブな、音を軸にした、コンテンツ作りというところで、アドバンテージがあるんじゃないかなと。で、昨今PSVR でいろいろニュースにもなってますけども、やっぱり今まではモバイルゲームって基本的には音がなくても遊べなきゃいけないかったりとかっていうところで、あまりそのサウンドっていうのが重視されてなかったんですけども、やっぱりその VR のプラットフォームってその、視覚と同じくらいこの聴覚ですね、その耳から来る情報っていうのが非常に重要になってくるんじゃないかなと思ってます。で、そこで
いろいろではあるんですけども、その中でその立体的なサウンドですとか、ここにもあるようにワイズを使って、まあ、そういった臨場感のあるコンテンツっていうのが、まあ、同じホラーゲームでもね、音がすごかったら全然怖くないじゃんみたいな、まあ、そういうところで、まあ、弊社の強みは生かしていこうじゃないかというような、これが、まあ、その図ですね。で、簡単に言っちゃうと、まあ、1個は今まあ、いわゆるカラオケですよね。まあ、一人カラオケとか、まあ、皆さん行かれる方もいるかもしれないですけども、まあ、それで自分が例えばアイドルになれますとか、まあ、横に、まあ、好きなアーティストさんと一緒に歌って、まあ、目の前にステージがあるみたいな、そういった体験もできるんじゃないかと。あとは、まあ、いわゆるアドベンチャーゲームでも、まあ、これはちょっと風の旅人っていうゲームの、画面をそのまま持ってきちゃったんですけども、まあ、これもあんまりその、言語でコミュニケーションというか、そのゲームを進めていくんではなくて、その音だったり、その雰囲気、まあ、気配っていうのって、まあ、結局音でしか表現できないのってなんですけども、まあ、例えばこっち側になんかちょっと変な音が聞こえるから、ちょっと行ってみようとか、まあ、そういうの音、まあ、これも書いてあるんですけども、まあ、その没入感のあるような、まあ、音響空間の中で、そういうゲーム体験みたいなものができたら面白いんじゃないかなと。というところで、今ものも準備をしているところです。ちょっと時間がなくなっちゃったので、まだ大丈夫ですかね。もうですか。ですね、ちょっとこんな技術デモを作ってますっていうのをご覧いただければと思います。もともとさっきのインフィニティアームズ作ってた背景チームの方がちょっと手が空いている時に1ヶ月ぐらいかな、一人でこれ廃墟のこういったムービーワンリアルエンジンで作ったものが、まあまあ初心データとして会社にあったんですね。で、じゃあこれを使ってまあ VR に持っていくんじゃないかというところで、今社内でリプモーションを使ってこちらの新データを実際にオキュラスの DK2 なんですけども、技術検証してるところです。視線の先がハイライトしたら、まあ、そこに、まあ、移動できるみたいな感じで、まあ、今試しながらいろいろ作ってるところなんですけども、まあ、こんな感じで、ガチャガチャがあって、まあ、その前でポチってやるとどれだけ出てくるんだって話なんですけどね。無限ガチャですよ。本当にね、これね、触覚は今ないんですけども、リップモーションでこうやってやるだけでも、ちょっとね、やっぱ不思議な感覚があるんですよね。で、今ちょっとハイライトしたじゃないですか。で、この抜いた方向をポチってやると、まあ、そこに移動しますと。で、これを、まあ、さっき言ったように、もうちょっとワイズを使って、きちんとその、まあ、立体音響で、ちゃんとしたデモにしたいなと思ってですね、まあ、なかなかちょっと今、ゲーム開発が忙しくて、なかなかこういったところに時間を割けないんですけど、で、これも、一応今触れるようになってるんですね。で、これからね、今持ち上げようとしてます。で、鼻を押すと、こういったリアクションが、まあ、ホラーですよね。非常
シュールでね、僕も大好きなんですけど。この辺にお店が、古びたお店があって、確かビール瓶を、それ入ってなかったかな、まあ、ビール瓶もね、触ったりとかもできるんですけど、まあ、これもさっき言ったようにちょっとした、まあ、あのアドベンチャーゲームみたいなものにも、まあ、簡単に応用できますし、まあ、先ほどのプレゼンでもありましたけど、やっぱりアニュアルエンディングは非常にその VR に持ってきやすいツールだと思いますので、はい、じゃあちょっとすみません、さすがにだいぶ時間が、はい、来ちゃったので、まあ、こんなものをですね、まあ、技術デモとして作ってですね、まあ、夏ぐらいからちょっと、まあ、ターゲットは PSVR なんですけども、まあ、音を軸にしたような面白いコンテンツっていうのを、作っていこうかなと思っておりますので、でまあ、最後にですね、まあ、我々こんなちょっと変わったゲームを、得意としている会社なのでですね、ちょっと面白そうだなと思った方がいましたらですね、気軽にこの後の懇親会などもございますので、いろいろお話しさせていただければなと思います。どうもご清聴ありがとうございました。